今日の特集はクルーズ船の話題です。なんとも羨ましい松村玲央記者の乗船リポートです。はい、今回はですね、金沢から出てで、金沢に戻るというクルーズ船を取材したんですけども、はい、金沢港から洋上のイタリアと称されるこちらイタリア客船コスタセレーナに乗船しまして、で今月15日と19日からの2つのコースがあったんですが、私は左側の15日出発のコース、金沢港を出港する、これもう一回回りますから見ていきたいと思いますけれども、はい、金沢から出て釜山に行って、うん、福岡に来て舞鶴、そして金沢というね、日本海周遊コースに参加いたしました。なんか先日1週間近くレオさんいないなと思ったらこういうことだったんですよね。まあ、皆さんに申し訳ないなという思いと喜びとともに行ってまいりました、はい、金沢発着のクルーズ、意外と気軽に楽しめるんです。どうぞ。クルーズターミナルの周辺、大行列ができています。皆さんコスタセレーナのクルーズ旅を楽しみにこれから乗り込んでいく方ばかりなんですね。どうですか、これから楽しみ。今回一番楽しみにしているのは何ですか。やっぱり釜山の、はいはい、観光を一番楽しみにして。ねえねえねえ、一番何楽しみ。プール。出港当日、金沢港クルーズターミナルには洋上のイタリアを一目見ようと乗船客だけでなく多くの家族連れなどが訪れていました。総トン数114,500トン、全長は290メートル、最大乗客定員数3,780人のコスタセレーナ、旅への期待を胸に乗り込みます。いいな。船内では出港前5年ぶりの金沢発着コースを記念したセレモニーが行われました。地元のバトンチームをはじめターミナルに集まった多くの人たちに見送られ、まずは釜山に向け出港です。行ってきます。さあ、船内に入りますと一気にですね、陽気なイタリアの雰囲気になるんですね。もう天気が良ければプールや船上散策を満喫できます。絶好ですね。そうですね、風が気持ちよさそうですね。はい、気持ちよかったです。そしてコスタセレーナの船内は古代神話の神々の家がテーマなんですね。またこちら乗船客が集えるメインホールは様々な用途に使われます。これね、エレベーターに乗るだけでも楽しい気分になるんですよね。きらびやかですね、はい、今回の宿泊はバルコニー付きのお部屋なんですが、とっても綺麗ですね。本当に洋上のホテルという感じがしますが、うん、そのバルコニーを見てみますと、わー、これはもうブルー、いやグリーン、本当に神秘的なカラーです。そして代わってこちらはグランドスイート、優雅なひとときを過ごせます。あら、レオさん、ここ泊まったわけじゃないですよね。あの、少し お借りして寝そべって次行きましたけど寝てますね、はい、またね、皆さん外に出てね、夕日が綺麗だったんですよ、これがね、はい、わあ、綺麗。夕食は広々としたメインダイニングでいただきます。すごい。コースメニューの中から何皿でも注文できるというスタイルなんですね。同じものをおかわりしても大丈夫なんですよ、はい。中には日本人客を意識したメニューもありました。こちらコスタセレーナ風の牛丼なんですね。ちょっと我々がいつもイメージするのと違うんですが、うん、クルーズの中で食べるからでしょうかね、なんかいつもとちょっと違う雰囲気の高級なお料理と言いますか。美味しそう。ワインも飲んでましたから。そしてよく気づきましたね。朝食はビュッフェスタイルです。追加料金なしで食べられます。はい、で、食事代は基本クルーズ料金に含まれていますが、これ有料で、例えば本場のジェラートですとか、あとはね、ピッツェリアでね、ピザも味わうことができるんですね。焼きたてですよね。そうなんですよ。美味しそうでしょう。この後は船の中でのエンターテインメントショーや釜山で寄港地ツアー満喫してまいりました。
金沢港クルーズターミナルからコスタセレーナに乗船する金沢発着クルーズの旅。メインホールは夜になると表情が変わります。また全然雰囲気違う、ほら何ですか、これさっきのホールですよ、これ全然違う、ダンスホールになっちゃって、カジノもある、そう、広いカジノコーナーもありました。ここは今回見ただけって、あ、見ただけ見ただけっていう感じで、はい、でエンターテインメントショーはですね、もう毎晩内容を変えて開かれてるんです。エンターテインメントね、面白いですね。そうなんです。そしてこの後です。源氏が栄え平家が衰え、平家が栄え源氏が衰え。今回のクルーズでは講談師神田伊織さんによる講談もありまして、イタリア船内でですね、聴衆が話芸に聞き入るという、なかなか面白かったです。面白い、イタリアと雰囲気違います、ね、そうです、うん、そして金沢港出港から24時間、コスタセレーナは最初の寄港地、韓国第二の都市釜山に入港です。クルーズ旅行ではそれぞれの寄港地でオプショナルツアーをですね、楽しむことができます。こうやってバスもスタンバイしていました。私はですね、釜山の人気スポット海上ロープウェイを体験できるコースを選びました。こちらですね、釜山の繁華街近くにありますソンド海水浴場というところで、その真向かいに東西 1.62 キロを結ぶロープウェイがあるんですよ。こんなところに、ずいぶん長いですね。結構長いんですよ、近未来みたいな、うん、すごい、もう 高いですよ、これ結構高いですね、これかなり高い。これですね、一番高いところで86メートル、なかなかの高さ。怖い。ビルと海に囲まれた釜山ならではのナイスビューでした。うん、街中ですね。はい、海の中、海の上ですね、海の中じゃないですね海の上の空中散歩を楽しんだ後は市場など散策しました。これ4時間ほどのツアーだったんですけど、バスで移動しますから、もう停泊時間内で効率的に観光スポット回れるんですよね。これいいなと思いましたね。ハリケーンポーだけどね。さあさあさあ、これね、いいですね。暑いんですわ、これね。はい、港に戻りますとライトアップされたコスタセレーナがお出迎えです。見てください。これまた綺麗です ね、 ね、綺麗。翌朝は次の寄港地博多港に入港です。ツアーを希望する人は各寄港地でいくつかのコースの中から一つを選ぶことができまして、空きがあれば船内での申し込みも可能だということです。ですから船でゆっくり過ごすもよし、オプショナルツアーや自由散策で寄港地を旅するもよし、思い思いに楽しめるのが魅力だと感じました。まあ、いろいろ自分でね、私今回一人だったんで、はい、こんなことしながらね、本当に、ね、何ですかこれ、まあ、自撮りでね、あ、思い出ということで満喫していいです。今回コスタセレーナをチャーター運航したベストワンクルーズを運営するベストワン .com の澤田秀隆会長に今後の金沢発着のクルーズについて伺いました。今回やっぱり1年目ということがスタートですけど、来年も続けて、まあ、夏秋に向けて金沢発着やっていきたいと思ってますし、まあ、その再来年も含めてですね、継続してやっぱやっていくことがやっぱ意義があると思いますので、ぜひちょっと楽しみにしていただければと思います。来年以降も予定される金沢発着クルーズ、皆さんも旅の選択肢にクルーズ旅行を加えてみてはいかがでしょうか。羨ましい限りですけど、クルーズ船で旅したことないので行ってみたくなりますね、うん、いや本当に今回のような金沢発着というのは本当に楽で、はい、お父さん車運転しなくてよかったりとかね、そういうこととか、ずっとお酒飲めるとかいろいろあったりもするんですけれども、価格設定も幅広いです。まあ、いろいろキャンペーンとか使えば10万円切ったりね、することもできますし、お部屋にもよりますけれども、兵頭さんいかがですか。いや、夢のまた夢って思ってましたけど、今こうやって見てみたら、そんなに敷居も高くないのかなって思いましたね。はい、そしてですね、実は今回能登からの乗船客の方もいて、お話を聞きますと、復興中で大変な中だけれども気分転換に乗りに来たのよという、ね、語ってくれた女性もいらっしゃいました。
確かにこの5日間ね、いろんなあの辛いことも忘れて、本当に満喫できるというのいいなっていうね、ふうにも思いました。さあそして来年以降ですね、金沢発着クルーズ楽しみですが、この後のコスタセレーナ、こちら夏にですね、あの台湾や石垣に寄港する那覇発着クルーズを行う予定で、こちらも魅力的なクルーズとなっております。金沢発着クルーズ旅行の魅力について松村玲央記者でした。